埼玉南社会保険労務士法人代表の寺田光司先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。寺先生、駆けつけてくださってありがとうございます。いえいえいえ今月は2回特別授業。そうですね、はい、先ほど5週目も出ますよって、うん、私の Facebook と Twitter に載っけておきましたので、告知をいただきましたありがとうございます。もしそれで聞いていただいている方がいらっしゃいましたらありがとうございます。ありがとうございます、みんなありがとうはい、ということで毎回ですねこの時間は色の話を伺っているんですが、今回もちょっとテーマがあるということで、今日はもうまさにそうですね、うん、まあ最近この暑いじゃないですか、はい、だから、はい、まあ会社の中でもですね、熱中症になっちゃう方が多いらしくて、はい、まあ、熱中症になっちゃったので労災申請をお願いしますみたいな依頼が多いんですよ。この熱中症って結局その、はい、まあ、外で作業していると起こりうる可能性も高いなと思うんですけど、それだけじゃないですもんね。そうですね、うん、まあなんか業務中にですね、はい、クラクラしちゃって、うん、病院行ったら熱中症だと診断されたとかですね、うんうん、はい、あるいはまあ、会社にいたんだけど、はい、休憩中にですね、はい、急にめまいがしちゃって、うん、病院に行ったら熱中症だみたいな話なんですよね。で、まあ、ここでちょっと基本的なチェックなんですけど、はい、まあ、業務中に発症したらこれは労災ですかね。あ、労災に当たるかどうか、はい、業務中ですよね、うん、で熱中症の原因を考えると、はい、まあ、なんだか熱をこもるような動きをしたりとか、環境が左右すると思うので丸イエス。そうですね。でそこがですね、うん、じゃあこれからちょっとお話をしていく中でいろいろ考えなくちゃいけないんですけど、これが業務中の業務時間中の怪我であれば割と分かりやすいんですよ、はい、カッターで例えば紙を切ろうと思って間違えて手も切っちゃったとか、はい、 あ、 はい、まあ、あるいは棚の上のものを取ろうと思ってバランスを崩しちゃったとか、はい、ちょっとマリちゃん本番前に今そこでガタってなってたから、ね、大丈夫かな。スピーカー録音機をね、はい、引っ張って落としました。大丈夫ですか大丈夫です。怪我してたら労災かもしれない確かに。でまあね、そういうそういうのって何て言うか覚えてます、はい、労災じゃなくて、あ、そうですね、うん、まあ偶然の出来事とか、はい、予期せぬ出来事、あ、まあそうじゃない、そうじゃない、はい、そうじゃなくてですね、はい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 、労災になるのは、はい、業務起因性っていう言葉で言うんですけど、業務起因性、はい、はい、業務に原因があるかどうかなんですよ。で、まあ、今まりちゃんのそのスピーカーに当たっちゃったっていうのは、はい、業務をしながら、そうですね、業務に原因があるというようなことじゃないですか。確かに、だから業務中のことです。怪我したら労災になるんじゃないかなと思うんですけど、はい、だいたいその業務をちゃんとしていて怪我をしたら、うん、これはまあ労災になる可能性が高いですよね、はい、だけど業務中だからといっても、うん、業務時間中だからといっても、はい、例えばタバコを吸いに行って火傷しちゃったとか、休憩中になるのかな、どう、あと休憩中は関係ないのか、でも業務に関係ないのか。そうですね、うん、でね、これまたタバコっていうのがちょっとややこしいんだけど、はい、まあ本当はタバコってこれ業務じゃないじゃないですか、うん、違います。だからタバコ吸いながら火傷しちゃったらどうなのかなと思うんですけど、はい、これもちょっと微妙なところなんですけどね、はい、水を飲んだりとか、うん、トイレに行ったりとか、うん、タバコを吸ったりとか、これは業務にですね付随しているみたいに扱われるんですよ、はい、あ、まあ確かに、ええ、これ今のがタバコだからちょっと考えるけど、まあ、水って言えば、はいはい、水分補給は絶対、その何、生きていく上でというか、その働く上でしなきゃいけないことだし、そうですね、リフレッシュタイムみたいな感じで、うん、それが合理的理由だとか、はい、まあ、まあ仕事の中に内在している生理現象みたいなことであれば、うんうん、まあそれが業務じゃないよとは言われないんですけど、はい、まあちょっとね、タバコはどうなってくるか微妙なところではあるけれども、はい、認められるのかな、うん、そうですね、まあこう一息ついてコーヒー飲むのと同じような扱いであれば認められるかもしれないんだけど、最近は随分遠くの喫煙所まで行って吸うみたいなことをとねそれは休憩中じゃないですかみたいな話にもなりかねない。そうですね、うん、業務と関係なくだからちょっとね、はい、タバコ吸ってやけどっていうのは分かりにくいかもしれないけど、はい、大体仕事してて怪我っていうのは、うん、大体労災になるんじゃないかなって思うんですよ、はい、怪我は分かりやすく、まあそうですよね、はい、理由が、はい、
じゃあ業務中の病気はどうなのっていうことです。病気、はい、はい、というと、そうですね、例えば、はい、あの業務時間中にですね、はい、心臓発作が起きてしまったとか、うん、脳梗塞が起きてしまったとか、はい、でこれあのご家族とすれば会社で仕事をしながら起きたんだから、はい、労災ですよねって考えがちなんですよね、うんうんうん、でまあ下手をすると、はい、会社の総務担当者なんかもそう考えて、はい、労災申請してくださいなんて言ってくることもあるんです。ああそうか、うん、どうなんだろう、うん、そうですね。だけどこれっていうのは先ほど言う業務起因性っていうことから考えると、はい、うん、それが業務に原因があるかどうかなんですよ。そうですね、持病もいろいろあると思いますけど。そうですね、うん、突発的な、はい、でもしこれがですね極めて長時間労働があったがために、はい、脳梗塞になってしまったとか、うん、はい、なんか極めてひどいパワハラで振動が重なって心を病んでしまって自殺しちゃったとか、はい、うん、こういうことだと労災と認められる可能性があるんですよね。だけど単純に持病だったりすると、はい、まあ、これは労災じゃないっていうことになります。関連性をちゃんとこう業務と結びつけられれば労災になるんでしょうけど、はい、そうですね、うん、なのでもしその病気がですね、はい、心臓発作とか脳梗塞が労災に認められちゃうとすると、はい、まあそれは過度な長時間労働があったりだとか、うん、まあ、そういった何らかの会社に原因があったっていうことになっちゃうから、はい、まあ、もしそんなことになっちゃうと大変なことになっちゃうんですね。そうですね。でこれは労災の給付だけでは済まされずにですね、はい、うん、いろんなあの会社は安全配慮義務を怠っただとか、はい、まあ、それで民事で訴えられたりとか、うん、あるいは慰謝料を請求されたりってことにもなりかねないですよ。病気が労災になっちゃうと。そうですね、うん、どこまでなのかっていう感じですね。そうですね、うん、多額の損害賠償もあり得るケースになっています。はい、そっか、そうですね、はい、まあ、だから業務に関係しているかどうかそうです、ね、という点ですよね、ええ、理由がそこにあるのかということですね。そうですね、うん、ということは、はい、じゃあその熱中症はどうなんだろうなっていうことですよね、はい、そうですね、まあ、単純に熱中症だから労災でいいのかどうか、うん、まあ、労災に申請してくださいって言われて、はい、まあ、よく聞いてみるとですね、まあ、月曜日の朝来て体調が悪くなって、うんうん、業務を始めようとしたら体調悪くなったんでそのまま病院に行ってもらったって、はい、これはあんまり会社に関係ないんじゃないかなって。ああ、それはまず月曜日の朝っていうところもポイントですかね。そうですね、うん、業務の、まあ、時間がそもそもあまり経過していない中で。そうですね、まあ土曜日日曜日に、はい、あの暑いところで遊びすぎたとか、うんうん、まあ、夜にですね、はい、その冷房が効いてなかったとか、はい、まあ、そんな可能性もありますよね。会社のその業務時間の、環境があんまり左右してないところ、そうですね、ということですね、うん、でこれも、まあ、直ちにその業務時間中、はい、まあ、会社で起きてるから労災だとは限らないケースですよね、はい、うんうん、そうですね、はい、であるいはですね、まあ、清掃作業をしていた、まあ、清掃作業って暑いですから大変だとは思うんですけど、はい、うん、まあ、それが室内の清掃作業で空調もしっかり効いているところだったら、はい、うん、これは業務に起因性があるのかなっていうのはやっぱり考えてみる必要があります。そうだよな、うん、環境がどうなってたのかっていうところをしっかりなんだ配慮した上でだったらば別の由来でっていうことですかね。はい、でその辺がですね、はい、まあ、一般的認定要件としては、はい、まずその業務起因性ですよね、はい、でまあ業務上の突発的とかですね、発生状態時間的なことを考えて、はい、あの判断していくっていうのが2点目ですね、うん、はい、で、まあ、その業務がどれだけ体に影響あったかみたいなのが3点目なんです、はい、で、あとは医学的要件って言いまして、はい、まあ、作業条件と温度湿度の状況とかですね、うん、まあ、そういった血圧だとかそういった持病があるかないかだとかですね、はい、そういったことから判断していくっていうのが、はい、あの正確なところなんですよね、うん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 、これらをじゃあ両方見てということですか。そうですね、うん、
で、まあ、これがですね、じゃあ逆に、明らかに労災だろうっていうようなケースもあると思うんです。例えば、屋外の仕事で、はい、これ裁判の判例になってるようなことなんですけどね。はいはいはい、そういう造園業で作業中に熱中症を発症して、従業員さんが亡くなってしまったというような事案もあります。そうですか。はい。でこれは造園業を営む、まあ、会社なんですけど、うんはい、事故当時の気温や湿度が厳重警戒レベルにあったにもかかわらず、まあ、作業を続けさせて、はいまあ、具合が悪くなったことを分かっていたんだけど放置して、はい、心肺停止状態で救急車、まあを呼ばなかったってこの判例では書いてありますね。何それ。それで安全配慮義務違反が認められて、はい、損害賠償請求が認められたっていうのが、はいうん、裁判の判例でもございますね。でこれ許せない、はい、そうですね、はい、で裁判になっちゃうとです、まあもちろん、まあ、裁判になるんですけど、はいまあ、労災保険で降りるっていうのはそういう怪我の治療費、病気の治療費とか、はいまあ、休んだ時の休業保障が6割とか8割、うんうんうん、で、まあ、障害が残ったりしたらその障害の保障、はい、亡くなってしまったら遺族保障みたいなものは出るんですけど、うんまあ、裁判になると、まあ、それ以外にもですね、はい、慰謝料とか、あと逸失利益って言って、はいまあ、その方がずっとこれからも働けるはずだったのに働けなくなった損害ですよね。生涯将来に対してのそういう収入がなくなった逸失利益みたいなものも求められてしまうということになります。なるほど。もうこの安全配慮義務違反というのはかなり重く裁判になるとさらにのしかかってくるというか。そうですね、うん、ですね。いやーまあこんな今の事例みたいなことは本当にこうもどうなんですけど ね会社としては結構じゃあなんだろう気を配っとかないといけないですね。そうですね、うん、どんな風に会社の方では配慮されてるんですかね、はい、そうですね、まあ、熱中症を防ぐための会社が守るべき安全配慮義務みたいなものがですね、はい、厚生労働省から発表されておりまして、はい、WBGT 値っていうのがあって、うん、なんだろう暑さ指数って言うんですけど、暑さ指数、はい、それをちゃんと計測してくださいみたいな話なんですね。ほうほう、はい、でこれは単純に気温温度、はい、気温だけではなくて、はいはいまあ、湿度とか、日射、あ、なるほど、周辺の熱環境ですよね、うん、はい、まあ、それと気温の3つを取り入れた指標のことを言ってるんですね、はい、でこれが高いと、はい、ダメですよ、うんうんうん、もちろん冷房を効いててもなんか直射日光が当たってて湿度がすごく高かったらダメですよ、うん、危険ですねっていうことですね。っていうのは指数があるからこれを活用してくださいというふうに言われております、はい、WBGT ですね、はい、そうですね、あんまり聞いてる、はい、そうですね、はい、でまあもちろん休憩場所をちゃんと整備しているとか、はい、計画的に、まあ、熱に慣れ、うん、環境に適応するための期間を設けているかとか、うんうん、水分や塩分の補充を気にしてあげるとか、はいそうねはい、通気性の良い服装や帽子の着用させているか、はいうん、最近はねベストみたいなもので扇風機がついてるやつ、ああ内蔵しているものありますね、そういったそういったものをちゃんとね、うん、着ていれば会社としては、うんうんうん、ちゃんと安全配慮をしているみたいなことになると思いますよね、はいうん、本当に日中の暑い時に外で作業されている方とか、はい、交通整理の方なんか見るとね、うんうん、心配になりますよね。本当に長時間ね、同じ場所でってなるとね、はい、ひどいですね。そうですね、うん、まあ、あとは、まあ、日常の健康管理などの、はい、まあ、配慮もしてあげると、うんうんうん、で、まあ、もちろん安全衛生教育、はい、まあ、あとは緊急連絡網ですね。まあ、体調悪くなっちゃった時にどのようにするかっていうようなことをあらかじめはっきりさせておくという、はい、そうですね、はい、もう体調悪いですって言い出せる環境にしてほしい。あもう
それがもうほら認められないってなるとさっき言ったケースになるわけじゃないですか、ね、もうそうですよね。ちゃんと会社の方にはこの安全配慮義務ですねしっかりやってもらいたいと、思います。はい、すいません。はい、ということでこのあたりで曲いきますか。あ、そうですね。じゃあ先ほどのちょっとお話のまとめもここでしていきたいと思うんですけれども、はい、まあ、熱中症結局まあ労災になるかならないかというところなんですが、ここはどこで判断するのが良いでしょうか。そうですね、まあ、先ほども言った一番最初に言ったの業務起因性っていうところがポイントですよね、うん、はい、だから業務に原因があるのかどうかっていうことを、うんうんうんですね、業務時間だからで判断するのではなくて、そうですね、業務に関係しているか、はい、そこに由来があるかということで判断ですね。はい、私オープンカーに乗ってるんですけど、この間東川口から天気が良かったんで、はい、オープンにして帰ってきたら、はい、ちょっとなんかクラクラしてくるような気がしたんですぐに閉めたんですけど。寺先生オープンカー乗ってるんですか。そう、一回そこで止まってた。これは業務に起因性がないから普通は労災にならないじゃないですか。ならないならない。だけど、はい、FM 川口さんでの話題を作るためにやりましたって言ったらネタ作りのため、そんな体張らないでよ業務起因性になるかもしれない。なるほど、うん、そう、いろいろだから業務起因性いろいろだから言えることもあるよねとは思っちゃいますね。そうですね。今のもだってほら理由の一つに立派になるかもしれないからなるほどね、まあ、業務起因性という今言葉で大きくくくっても、まあそれ具体的にこうつなげていくのは、まあ、それぞれでいろいろあるかなとは思いますね、そうですね、うん、はい、さあということでちょっとまあ一旦まとめていただきましたが、今日のトークテーマも少しねちょこっとお話しいただこうと思っているんです。あなたの点滴というテーマなんですけれども、あります、寺先生、点滴。そうですね、あのデータ量とかメモリーとかそうですか、うん、データ量メモリー、まあ、ね、いろんな会社とその取引があると、ね、うん、スタジオの写真撮らせてもらおうと思ってカメラ持ち込んできたんですけど、はい、すごい大きいカメラです、うん、あ、これ小さいんですよ、小さいんだけど、はい、やたらとデータ量 4K 画質ですから、はあ、そうなんだ、うん、でこれ撮った映像が360度で撮れちゃうんですけど、はい、それがスマホに転送されるんですよね、はいはい、今スイッチ入れたらスマホの容量がいっぱいですね、ちょっとせっかく性能がいいこんな立派なカメラをお持ちですが、そうですね、受け取る方のスマホの容量よってことですね。まさにいろいろ便利になるけれどもね、はい、メモリーとかデータ通信量なんかも、うん、これだってそうですよ、データ通信するのに、はい、あ、そう、うん、いや今やなんかねクラウドも結構大きい容量だと有料になって、なんか無料の方だと無理だなって言っていっぱいいっぱいになりますけど、そうですね、うん、この360度カメラの性能はちょっと皆さんにも共有したいなと思うので、よければ後ほど写真送ってもらえますか。わかりました、はい、どんな風に見れるのかな、ツイッターで見れるのかな、ちょっと送ってみたいです、はい、はい、ということでありがとうございます、ね、何気に結構たくさんお話をいただいておりまして、そろそろお時間が、はい、そうですね、はい、近づいてまいりましたので、はい、では寺先生、次回ですが、次回は第2月曜日で、はい、よろしいでしょうか、はい、はいはい、ということで9月の13日の月曜日に、はい、はい、改めてまたご登場をいただきたいと思います、はい、はい、ということで、この時間は月曜日の特別課外授業です。社労士の寺先生にご出演をいただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。